こんにちは、乗鞍萬吉です。今日は12月26日、午後ですね、今2時です。2時頃です。気温はかなり冷えてまして、私が出てくる時でマイナス8度でした。乗鞍高原はですね、かなり冷えますと雪は少ないです。少ないですが、その時の寒さは半端ではありません。いや、本当に今日は寒いですね。これから、今伊ヶ谷に向かってますが、そうですね、シオンのあたり、前ですね、スキー場であったところ、伊ヶ谷のスキー場であったところを撮影したいと思います。伊ヶ谷レクリエーションランドに着きました。いや、寒いです。寒いですね。ご覧のようにですね、ここ通行止めになってます。いや、寒いです。乗鞍はご覧のようにですね、比較的雪は穏やかです。ただ寒いです。寒い。池も真っ白になっております。いや、風が出てきました。この映像でどこまで寒さが伝わるか分かりませんが、多分都会の人はこれは分かりますかね。いやいやいや、すごい状況になっちゃったな。乗鞍萬吉もですね、これ撮影し終わったらすぐに帰ります。今日スキー場でやられてスキー屋の方、本当風邪ひかないようにしてください。寒くてですね、電池切れ起こしそうです。前スキー場だったところですね。寒くてスマホがですね、これもう撮れてるかどうか分かりませんが、撮れたら、編集して流します。いや、懐かしいですね、ここはね。毎回来るたんびに、ここはよくナイターでよく練習してました。以上、乗鞍萬吉でした。寒い乗鞍高原です。ではまた。